に盛り上げられへんやん。まず分かるんだけどね。その A パターンのみみたいなツアーもできへんしやさ、結局だって普通のツアーしてももう張り映えないからさ。やってて長いなと思ったから長いんだけど、まあ雰囲気はいいよな、うん、もっとドヨーンとするかなと思ったけど意外と、うん、新しい感じがしたけど、プロジェクターがこっちにずれてんだ、映像が来たからこっちにずれてんだ。結婚のために、うん、アメリカに来たわけじゃないでしょ。こっち来なかったらなんか一人よがりなまたライブをね、あしたかもしれないです。あの自分たちのファンだけやから。だんだん良くなってきてるんじゃないですかね。結局はその時間を何に使うかによって、うん、今後の自分の姿勢だったり、うん、生き方だったり変わってくると思うんで。サンフランシスコまでもう例えばこのバスが乗らなかったら次のバスがまだ見つかってないんだって。本当にこのバス乗らなかったらもうちょっと大変。曲作ってライブすることしか、うん、これをやるためにデュラングレをやってる、それしかやれないんで、やっぱ何かを掴むためにここに来たんだと思ってるんで、まあ、それが何なのかっていうのは分からないし答えは出ないのかもしれないですけど、でも多分このままで終わりたくないからここに来てるんじゃないかなと思ってますけどね。